昨日午後8時45分ごろ、バイデン大統領を乗せたとみられる専用ヘリマリーンワンが岩国基地に入りました。バイデン大統領は今月18日に広島入りするときもアメリカ軍岩国基地に降り立ちました。 G7 サミットの期間中、各国首脳とともに原爆資料館を訪問、核戦争の悲惨な現実を強く思い知らされたと感想を語った上で、核兵器の脅威のない世界を目指す努力を続ける責務について G7 首脳たちと改めて確認したと述べました。午後9時10分、大統領専用機が離陸し、バイデン大統領は日本を離れました。